10月24日両国国技館で T リーグが開幕しますチケットは買いましたか WRM も T リーグを徹底応援したいと思います10月12日から T リーグ開幕記念セールを実施します詳細は概要欄をご覧ください皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやっすんです 今回はですねナックルサーブをうまくレシーブするのが苦手な方、必ず見て欲しい動画ですね。ナックルサーブをま浮かしたり、落としたりせずに返せるようになる。基本の法則っていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、今回はですね。早いナックルサーブではなくて、遅い普通の下回転ぽく見えるような。ナックルサーブ。これ結構皆さんツッツキをやってポーンって浮かしたり。 払ってナックルなのに払って落としちゃったりすることがすごい多いんですよね。ま、これは何でかっていうところ、とかもちょっと踏まえながら解説していきたいなと思います。 で遅いナックルサーブっていうのは基本的に、全然ボールがエネルギーを持ってない状態なんですね。例えばスピードだったり回転この2種類のエネルギーがあるんですけどどっちを持ってない遅いし回転もかかってないという状態なのでどうやったらじゃあ返せるのかっていうところなんですけどエネルギー持ってないんで例えば下切れてたら下回転にしっかりかかったら当たるだけでポンとこう長く返ります。 速、えー、いサーブであればポンって触ったらポンって変えるんですけどどちらも持ってないじゃあどうしたらいいか自分からちょっと力を足してあげなきゃいけないんですね足してあげないとうまく返すことができないでも力を足そうとしたら結構うまくいかないだからナックルサーブ嫌がる人うまく返せない人っていうのはこういったところで失敗してしまうっていうことを覚えておいてくださいじゃどうしたらうまく返せるのかっていうことなんですけど ナックルサーブをまずつっつくとき、ね、はどうしたらいいのかというと結構ナックルを皆さん切ってボールの底を返そうとするとポーンって浮かせてしまうことが非常に多いですなのでどうしたらいいかというとナックルサーブをつっつくときはちょっと前に飛ばす意識ですね前の方向に力を足してあげる例えば下切れてたらボールの底を取ってこうやってうまく返える でも同じように力を加えてしまうと浮いてしまうじゃあ浮かないように押、え、さ、ー、えるのではなく前の方向に力を加えてあげる、まあ、少しラケットを立てつつ気持ちを押すようなイメージで加えてあげるとまず浮きづらいですねそこを意識してくださいそれができるようになってからその前に飛ばす意識でしっかりちょっと回転も足してあげるとかっていうのは全然いいと思うんですけどいきなり回転 とかっていう意識だと浮きやすいので、まずは毎日力を加えてあげる。そうすることでまず浮きにくくなるっていうことを覚えておいてください。 次にフリックをする時なんですけどフリックをする時はまあ攻撃技術なんで皆さん前に飛ばそう前に飛ばそうしがちなんですけどそうではなくてえまあナックル回転を持ってない球なんでそこに回転を加えてあげることで綺麗な弧線ができて安定しやすくなります。なのでフリックの場合はえ立てた面から上回転をちょっと足してあげる上回転を 自分から加えててあげるいいう意識でやってくださいナックルに対して押すと、えー、結構落ちやすいんですね。なのでそのためにこっから前じゃなくて上に腕をひねるように腕をひねるようにして軽い上回転を加えてあげることで、まあ、安定してネットを越えてしかもナックルを飛ばしすぎてオーバーミスすることも少なくなるということですね。 そういうふうに回転という力を加えてあげることでフリックは安定しやすいですよということを覚えておいてください。 まあ今回はですね基本的な本当に変なミスをしないためのちょっと意識コツっていうことを説明させていただいたんですけどこれ非常に大事です。まあ、この基本的にうまく返せるっていうところがしっかりできるようになってから次のステップとして強く返したりしっかり切ったりっていうところをやっていただけたらいいのかなと思いますす、えー、ナックルサーブ対策結構困ってる人が多いいいと思いますのでで参考になれば嬉しいです。 えー、ありがとうございました動画のご視聴ありがとうございましたえチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いしますえこれからもえためになる動画卓球が楽しくなる動画えたくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いしますえ最後までご視聴ありがとうございました